北日本の二人、早坂修吾と長澤武史を抑えました。さらに一番中川誠一郎が切り替えます。さあ中川が中段切り替えて、キーマン早坂の方は現在、さあ中段を譲れません。さあ今度はキーマンの早坂修吾が叩きます。抑えました3番の脇本裕太を叩いたのがキーマン早坂修吾。今度は中川誠一郎4番手切り替えて下げる脇本裕太が7番手、中川誠一郎3番手のポジション、脇本裕太が7番手、北の2人が風を切り残り400。さあホームから上げた脇本裕太がホームから上げていったが、ペース上げた早坂修吾先行、マークは長澤武史、そして中川誠一郎井上雅紀、外に浮いた3番脇本裕太、これはいけないか。最終バックを通過しています。先行早坂修吾、マークは長澤武史、3番手中川誠一郎、4番手井上崎直線。さあ早坂修吾粘っている、外から中川誠一郎捉えました。中川誠一郎が捉えまして、勝ち番井上雅紀、中川誠一郎地元記念初優勝。今年度のダービー王がここ久留米の地で地元記念初優勝、そして井上雅紀が追走2着、3着がどうやら早坂が粘った感じでしょうか。体勢的には1番8番そして9番でしょうか。12レースは紀伊国杯争奪戦 S 級ファイナル、どうやら中川誠一郎嬉しい地元記念初優勝、井上が続き早坂3着、審判の決定までお待ちください。3番吉澤が6番手車間を切っています。さあ4周目第2コーナーに向かって、8番手に下げたアッパイを警戒しながら6番手から3番吉澤純平発進。さあやはり茨城指定コンビがかけます。故障はうまく3番手を取ります。小松崎は5番手、そして中川誠一郎が6番手、深谷智弘は8番手。さあ師匠を引き連れ金からの先行は吉澤純平、残り4着。さあ8番手から深谷が発進を取るか。さあ深谷は現在やや内側に差し込んでいる、深谷が差し込んでいるがどうか。中川誠一郎がこれは6番手から松永、逃げたのが3番吉田純平です。マークは武田豊樹、3番では故障優作、さあまくった小松崎がまくる、小松崎がまくる、しかし1番中川誠一郎外付いた、そして3冠仕掛けた4番故障、9番の武田豊樹、外から4番故障優作、故障優作が伸びました。故障優作、そして小倉隆二、武田豊樹、故障優作が3番手からの強襲、そして中をついた小倉が鮮やかに中をつきました。武田もよく頑張りましたが、どうやら4枠2名は小翔優作、小倉隆二、4番5番そして9番の武田。解説67周年記念 G3 日の国杯争奪戦イン久留米、勝ったのがどうやら小翔優作です。小倉が2着、武田3着。 S 級の決勝戦は決定までしばらくお待ちください。レースは3周目から第4周回です。さあ前から新山恭平が中段の横山を見ています。4番手車間を切った横山、一気に行くのか、それを見ている新山も見ている。さあ中川誠一郎を8番手、前から新山恭平がかけるか、行きました横山久典が行きました。横山以下関東カルテットが叩きますか、突っ張る。さあ新山恭平突っ張りきました。さあ新山恭平突っ張りました。中川誠一郎8番手、2番の平から再び6番の横山を受け狙って5番手、北が逃げました最終四コーナー。先行新山恭平、番手は佐藤慎太郎、3番手綿毛、そして北の余命ですが横山、平から芦沢、神山、4番手が2コーナーかまくって、中川誠一郎8番手から今週の一発が来るか。さあ6番横山まくって行きました、2番の平から自力で行きました、3回まくってその上から中川誠一郎、大外強襲できるかどうか。中川誠一郎伸びていたが平からコーナー、外から中川誠一郎、中川か平原か、わずかに中川か、渾身の一撃が決まったかどうか。どうでしょうか、中川誠一郎渾身の一撃、見事に平原幸太を捉えた感じでしょうか。これは嬉しい優勝でしょうか、それとも平原幸太か。1番2番接戦です。そして3着は4番5番4枠2名です。どうやら熊本県2回目の優勝は中川誠一郎です。
わずかに取られました中川誠一郎、そして平原浩太。4番芦澤が3着通過でしょうか。12レースは日の国海争奪戦インクルメ S 級決勝戦。中本翔平一旦は中段下げまして外を5番柴崎が抑えました。まずは松浦が抑えまして、さらに上から柴崎が抑え返します。その上から中本翔平、さらに6番門田涼も行きます。さあ中本と門田涼がやり合ったか。上から一旦中本翔平がさらに柴崎を抑えまして、中川誠一郎、さあ中川誠一郎がここは2番手、三重の2人、柴崎と浅井幸太が3、4番手、6番門田涼がもう1人いて、8番の柏野が追ってる。3番の松浦裕二は現在は6番手です。さあ松浦6番手、9番の小川慎太郎、8番手インコース。さあ松浦が6番手まくった2号枠枠、新潟のが中本翔平番手2段掛け、中川誠一郎2段掛け、3番の松浦がその上打った、2番浅井幸太が切り替えていったが、さあ中川誠一郎打ったのが3番松浦裕二、6番門田涼粘って、さあ門田涼も粘ってるが、中川誠一郎と松浦裕二、そして門田涼でしょうか。中川誠一郎、地元記念、昨年に続きまして今回は4連勝です。通算3度目の優勝でしょうか。松浦がまくっての2着、そして門田涼3着に検討しました。中川誠一郎の地元記念連覇です。今回は4連勝です。そして松浦が届かず2着、門田涼、これは検討の3着。12レースは開設69周年紀伊国海争奪戦インクルメ。宮城6番佐藤正春が待っています。まず後方から軍事公平がゆっくり上げます。さあ軍事公平上げまして、レースは3周目から勝負どころ第4周回です。三谷が一旦下げまして、ここは中段へと下げまして抑えました。軍事後継、上から松川と中本、熊本勢が切ります。さあその上から清水が行きます。軍事後継、ここは5番手か、7番の三谷が、ここは8番手となりました。さあ清水博人が決勝戦かけました。中段5番手軍事後継、2センター5番手、さあ9番の松川がここは2番手に切り込んでいます。さあ松川が番手に切り込んでいきました。8番松本と熊島、後方から三谷がかましていた。さあ三谷隆起、スピードがいい。1番中本翔への上から行きました。さあ軍事後継、2コーナーは7番手、一気に かましました。三谷隆起マークの山口大輝、そして7番手2コーナーかまく、軍事後継まくって東がやや遅れました。逃げた逃げた3番の清水、まくった7番の三谷、そして上から2番の軍事後継、7番手2角まくり、これは圧勝です。軍事公平強い競争、そして8番松本高春か、1番中本翔平か。逃げた清水、番手に飛びついた松川、それをホームからかましました三谷。2コーナー7番手軍事公平、圧巻のまくり、後続をぶち切っての決勝圧勝です。そして中本翔平が外強襲撃、内側8番松本高春、2番1番8番体制でしょうか。12レースは日の国海争奪戦 G3 インクルメ S 級の決勝戦、決定まではしばらくお待ちください。3番の松浦が切れるかどうか。さあ松浦行きましたが、北鶴が突っ張ります。さあここが松浦切れません。平原がここは4番手から5番手か。さあ3番の松浦が4番手、平原幸太が5番手、5番佐藤慎太郎を追い上げました。平原幸太打賞では6番手となりました。北鶴翼が男気先行、熊本コンビ金型糸と宇龍鷹と両名駅連れ、北鶴翼が先行取りました。松浦裕二、佐藤慎太郎、この2人は4番手5番手、そして平原交代か、諸橋磯田、関東勢は6番手から8番手。さあ2コーナー枠、4番手から松浦がまくる、そして9番平原、さあ番手からまくって抵抗、金型糸番手まくり、そして9番平原外に返した。さあ平原交代の勢いがいい、番手からまくった金型糸、悲願の地元優勝目の前です。さあ金型糸の優勝、そして9番の平原か4番龍か、接戦ゴール前接触落車がありました。悲願の優勝がなった方しか、金型糸を追った4番龍高友、そして9番平原交代来ましたが、ゴール前接触、3番5番選手が落選となりました。
悲願の地元優勝が鳴った形しかかなかった台頭、しかし接触落車がありました。残念ながら落車がゴール前やっています。 S 級の決勝戦です。ゴール体制は金型糸が先着、そして瓜生隆友9番、平原浩太2番、諸かし。ゴールはこの体制ですが、4コーナーから審議ランプが点灯しています。決定放送までは投票券はどうぞ大切にお持ちください。これは北日本を出します。さあ、松浦が切り替え待って1番の松岡も切り替えます。松浦が5番手、1番の松岡が7番手。さあ、8番手から9番の深谷、今日も仕掛けは早い。それを見ました小松崎が合わせてかける。小松崎が北のカルテットですが、難関コンビが8番手から粉砕します。ここはパワーが誓います。深谷智人一気に来ました。マクド軍事公平、そして小松崎は3番手切れて、森沢4番手、8番佐々木が5番手、最終1コーナー、7番松浦寿が7番手、1番の松岡は9番手。さあ、7番手2コーナーから松浦が渾身の枠り、4番の村上、それを1番松岡ってる。さあ、逃げた9番深谷、車間を切った軍事、3番手は小松崎。さあ、まくったのが松浦、4番の村上、1番の松岡外。さあ、7番松浦、9番の深谷合わせました2番、そして中をついた4番の村上、ついた中をついた4番村上ですが、2番の軍事公平です。深谷の頑張り、2番の軍事公平、そして松浦の頑張り、中尾4番村上。お兄さんの走りが乗り移ったような4番の村上でしたが、勝ったのが2番の軍事公平です。日の国海争奪戦久留米 S 級決勝戦は軍事公平に軍配、中尾ついた村上が2着、逃げた深谷が3着の結果でしょうか。審判の放送までお待ちください。車間を少し取りましたが、今は位置を上げていません。4コーナーを回りきりました。いよいよ勝負どころ、残り2周、赤番のホームから1コーナー。さあ、3番の新山上がってきた。6番の松岡達弘、先行体制に早くも入ったか。ピッチをぐぐっと上げていきました。2番の郡司が5番手をキープ、そして5番の山田はその後ろ6番手に切り替えて、北日本勢は7番手以降に置かれた。2センターから4コーナー打賞過ぎ、4コーナー1番の金賀が早くも番手で車間を切りました。一列棒状レースはいよいよ最終周回。6番の松岡が前受けから突っ張り先行をそのままかけていく。3番の新山は後方7番手の展開。さあ、1番の金賀が2角から発進です。2段掛けの熊本勢、8番中本、そして4番塚本、続いて2番の郡司いけるか、4番手手が出せるか。3コーナーから2センター、3番の新山は遠く前とはあまり遠い直線コース。8番中本翔英、渾身の追い込め、1番金賀との争い、さらに外には2番郡司、8番中本翔英か。第12レース決勝戦、リプレイ映像をご覧いただきます。6番の松岡達弘、同県4社のカルテット、先頭で思い切って風を切りました。そして1番の金賀が2角発進、2段掛け、8番中本翔英が最後捉えて、迫る2番の郡司をも振り切った。8番の中本翔英、 G3 初優勝がこの熊本地元記念の開催でありましょうか。1番の金賀2着、そして3着2番の郡司公平、熊本の選手としては大きな区切り、そして新たな門出を前にした今回の開設73周年記念、見事制覇となりましたが、中本翔英。